安来祭りは、京都市北区で行われる祭りの一つである。特に、今宮神社で行われる大祭りとして知られる。漢字で安楽祭、安礼祭と書く。安礼、鎮花祭り、安来花とも言う。1987年に、4団体揃って、国の重要向け民族文化財に指定されており、地域に根差した民族行事として、倉間寺の安場の日祭り、 広高寺の渦正の牛祭りと共に、京都の三大奇祭の一つに数えられている。次のような言い伝えが有名である。祭りの日が晴れれば、その年の京都の祭事は全て晴れ、雨ならば全て、雨が降る、平安時代後期、落中に、薬病や災害が蔓延し、京都の人々を大いに悩ませた。天変地異は全て三霊の諸行と考えられていた当時、 これらを鎮めるために各所で御霊会が営まれた。液晋の託戦により今宮神社が創始されたと伝えられる。社殿によると桜の散り始める陰歴3月に薬病が流行したので花の霊を鎮め無病息災を祈願したのが祭りの起こりという鎌倉時代後期に成立したとされる100連章には1152年の内容に 紫の書の安礼についての記載がある。また、1780年の都名書図には当時の祭りの様子が描かれている。現在は、今宮神社、玄武神社、川上大神宮、神鴨の四つの安らい踊り保存会によって伝承されており、踊り方や林言葉はそれぞれの保存会により相違する。昭和52年3月31日発行の 安らい花調査報告によると、玄武の安らい花は、旧売人ン地区の安らい花は1617年売人ン村の火災で祭りの維持ができなく、明治の初中期に衰退していた安らいを再興したものと伝えるがと記載されている。今日では、旧売人ン村の安らい祭りが復活して、玄武神社が中心に行い、玄武安らい祭りと言われています。 安らい祭りの発祥は、玄武神社であるとされる正式な書物が玄武神社に保管されている。玄武神社では、玄武安らい祭り、正統安らい祭りと言われている。毎年4月の第2日曜日に行われる。花笠を先頭に、風流の装いを凝らして、鐘や太鼓を叩き、踊りながら、宇治国域をくまなく練り歩き、薬病を治める。最後に神社に参拝して、 無病息災を祈願する。生やしたり踊ったりするのは、豊かな稲の実りを祈るとともに、花の精に煽られて、いたずらをして回る疫心を、踊りの中に巻き込んで沈めるためと言われている。今宮安来川上安来い、上鴨安来は、今宮神社の疫心を参拝する。玄武安来は、今宮神社の疫神を、参拝は行わない。祭りの行列は、練習と呼ばれる。 旗、坂木台、空柄、穂子、三手倉などの後に、花笠を先頭に二十名ほどの踊りの一団が続く。この一団には、世話役のほかに、松積、大鬼、林方がおり、赤毛、黒毛の大鬼たちが、笛や太鼓のお林に合わせて、長い髪を振り乱しながら、安らい、花屋の掛け声と共に踊り、練り歩く。小学三年生までは、高に。 もう少し上の学年になると、林方を担当する。中学、高校生になると、大々にになって、金や太鼓を叩きながら踊る。保存会では、こうした子供たちの先輩が、踊りや林の手ほどきを行い、代々伝承している。この行列は、朝から夕方まで練り歩く途中で、代々色の布を置き先に垂らした家の前で泊まって、踊りを披露する。 祭礼の巡行時間や林言葉は各保存会によりそれぞれ違う。この時には皆が競って花傘に入って悪霊退散と無病息災を祈願する。町内ごとに休憩所が設けられており歩き疲れ踊り疲れた一段の牢がねぎらわれる。神社の境内では大鬼が大きな輪になって安らい踊りを奉納する。桜の花を背景に神前へ向かい、 激しく飛び跳ねるように、そしてまた緩やかに、安らい、花屋の声に合わせて踊る。ありがとうございます。